リムル様、書簡が届いております。お、誰からだ？ガゼル王です。近いうち休暇でこちらへいらっしゃるそうです。また兄弟子弟弟子とか言って威張りたいだけなんじゃないか。リムル様も気苦労が絶えませんね。何にしても歓迎の準備が必要ですな。お任せください。リムル様。ソエが西の方角にてペガサスナイツを確認しました。早速かよ。相変わらず都合のいいおっさんだ。毎度ご足労をかけますねと。それで今回は一体何の用だ？そう邪険にするな兄弟。手紙を送っておいただろう。ついさっき見たところだよ。もう少し余裕をもらわないと歓迎もできない。気にするな。ここはいつ来ても興味深い。俺の知らぬもので溢れているからな。それに今回は俺の都合で息抜きに来ただけだ。気を使う必要はない。そもそも警護などもいらぬのだ。大げさにしよって。そういうわけには参りません。あなた様は我ら武装国家ドワルゴンの王なのですから。そういえばリムルよ、前の時からどれほど腕を上げたのだ？うげ、また稽古をつけるって言い出すつもりか？おうよ、これは休暇なのですから、お体に負担となることは避けるべきかと。何を言う、王とて鍛錬を怠ることはない。リムルよ、ここは模擬戦をせぬか。我々ドワルゴン陣営とテンペスト陣営で対抗戦を行おうではないか。おいおい、国家を挙げての戦闘なんていくら模擬戦でも。心配するな、公にはしないとも。ドルフよ、早速準備をしておけ。休暇はどうされるおつもりですか？テンペストとの模擬戦、これ以上の余興はあるまい。なんて自由なんだ。英雄王ガゼル・ドワルゴ、稽古をつけてもらおうじゃないか。リムル・テンペスト、我が国の同盟相手としてふさわしいか。今一度この目で見極めてやろう。そんなに重いの？いざ勝負。強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。王の力を見せてやろう。英雄だけ。やるぞ。憎いつ。やるぞ。やるではないか。クルツさ、抜けてみよう。次がいい。やるではないか。次がいい。やるではないか。本気を出そう。行くぞ。王の力を見せてやろう。英雄だけ。抜けてみよう。うわっ、くるくせ、うわっ、やるではないか。いいかげんておったら行くぞ。王の力を見せてやろう。英雄だけ。抜けてみよう。やるな。見くびっちゃったよ。やるでは筋がいい。見事だ。王さすがだなリムルよ。以前よりもはるかに成長していたぞ。
兄弟子として弟弟子の成長を見られるとはこれほど嬉しいことはない。次は本気を出させてもらうとしよう。いつでも受けて立つぞ。ドルフは今頃胃を痛めてるだろうな。次こそはしっかりと休暇を与えよう。王の務めとしてな。まったく、何百年と生きてるくせに元気すぎだろう。いつまでも若々しいとはよく言われるな。ガゼル王がテンペストに来た時はいつでも稽古を受けられるようになった。休暇を稽古で潰すような男だ。遠慮はいらないだろう。それに定期的にガゼル王と戦うことはいい訓練になるだろうし、助かるといえば助かるが、もしドルフやペガサスナイツが来た時はより一層のもてなしをしてやろう。やはり空を飛びながら戦った我が輩をはじめとするドラゴニュートが。いいえ、ランガと協力しバッサバッサと切り倒した私こそ。おいおい、二人とも何を言い争ってるんだよ。リムル様、我が輩の撮った映画リムル VS カリュブディスの鑑賞後に、あの戦いで一番活躍したのは誰かという議論をしているのです。もちろんリムル様とミリム様が圧倒的ですので、お二人は除外しておりますが。そんなことか。それならみんなよく頑張ってたでいいじゃないか。それは分かっていますが、ここははっきりさせませんと。そう、ドラゴニュートの前線をきちんと理解していただきたい。それはこちらのセリフです。あの戦い私がどれだけ。リムル様。はい。リムル様ならちゃんと分かってくれています。なんなんだこの圧は。まあ活躍という話なら、主役が輝くのは強い敵があってこそ。カリュブディスが一番じゃないか。確かにそう言われるとそうかもしれません。私ももっと強くならねば。あ、待てシオン。わからない。とても残念でなりませぬぞ。カビル。わ、まあいいか。一番の功労者は宗英だと思うけどね。冷静に分析してる場合か。シオン、あいつなんだか悪い予感がする。シオンがどこに行ったか町のみんなに聞いてみよう。アクロ、シオンを見なかったか。おお、リムル様、ちょうど良きところに。先ほどシオンが強くなるにはどうしたらいいのかと聞きに来ましてな。それなら自分と実力が拮抗している相手と戦うのが一番と答えましたところ、何やらハッとした顔で去っていきました。どうも胸騒ぎがしましたので、リムル様にご報告をと思っていたところです。そうか、ありがとな。一体誰のところに行ったんだ。リムル様、そんなに慌ててどうされました。ああ、シオンを見なかったか。シオン様。ええ、先ほどユーラザニアへの行き方を聞かれましたが。ユーラザニアだと。ちなみにどんな様子だった。そういえば、なんだか表情に固い意志みたいなものを感じました。何かあったのですか。いや、なんでもないぞ。ありがとう、それじゃあ。シオンのやつ、スフィアに勝負を挑む気じゃ。今ユーラザニアとトラブルを起こすのはまずいぞ。急いで後を追わなきゃ。成績を確認しました。
結構調子な。コク、設定を確認しました。ユーラザニアに行く気か？ええ、そのつもりです。いやいや、俺が悪かったよ。考え直してくれってな。悪くなんてありません。ただ私はリムル様に認めてもらうために。認めてるって？シオンがいてくれなかったらあの戦いはどうなってたことか。本当ですか？本当にありがとうございます。リムル様に認めてもらえて光栄です。じゃあユーラザニアに行くのはやめてくれるか？そうですね。スフィアとの決着はまた今度にします。ほっ、やれやれ、とんだ騒ぎになるところだった。何事にもいつもまっすぐなのはシオンのいいところなんだけど、こいつには言葉を選ぶようにしよう。こんにちは、トレイニーさん。あら、リムル様、ちょうどいいところに。俺に何か用か？私の妹、トライアからリムル様に相談したいことがあると。トライアさんが俺に？珍しいな。はい、トライアはジュラの大神人でリムル様をお待ちしています。わかったよ。しかし、なんで本人じゃなくてトレイニーさんが？いえ、別に新作ポテチの情報を聞いたわけではないのですよ。なるほどね。スミレが広場で揚げたてポテチを抱えてたよ。それじゃ、ジュラの大森林にいるトライアさんのところへ行くか。こんにちは、リムル様。ご足労いただきありがとうございます。俺に相談があるんだって？はい、相談とは、ジュラの森の名手たるリムル様に森の落とし物の整理をお願いしたいということなのです。落とし物？ええ、森の中で魔獣たちに敗れてしまった冒険者たちの落とし物があちらこちらにあるのです。私には物の価値は分かりませんが、使用する方たちにとっては貴重なものもあるのではないかと思いまして。ですので町で回収し、お役立てになられてはいかがでしょうか？ふむ、確かにレアな装備やアイテムをそのままにしておくのはもったいないな。わかった、落とし物の整理ぜひやらせてもらうよ。ありがとうございます、リムル様。森で落とし物をいくつか拾ったら、トライアさんに見てもらおうかな。探索開始だ。コク、強敵を発見しました。我が輩を任せられ、オルテクスキャッシュ。前が来た、トライアさん、落とし物を回収してきたよ。まあ、いろんなものが集まりましたね。さすがジュラの大森林の名手様です。この度は本当にありがとうございました。姉の分も私からお礼を言わせていただきます。いいよいいよ、宝探しみたいで俺も楽しかったし。そうだ、また新しいポテチを作ったんだよ。
今から俺と町に来ないか？俺の自慢の町を案内するよ。まあ、ではお言葉に甘えさせていただきますね。落とし物の中にはかなりレアな装備もあった。レベルの高い冒険者でなければ装備することすらできないものだ。それを装備するだけの器量の持ち主も魔獣に敗れてしまっている。この町の仲間には落とし主になってほしくない。俺は改めてこの町を育てることで住民たちを守っていこうと決心した。ギルマスにおごってもらったトンカツ、また食いてえな。はあ、なんでやすかそれ。ずるい、私たちは食べてないんですけど。でもな、俺たちみたいな忙しい冒険者にはちょっと向いてないな。そうなんですかい。ああ、調査であっちこっち駆け回って座って飯を食う時間があまり取れねえだろ。じゃあお前らはどんなものが食べたいんだ。ああ、リムルさん、揚げ物は最高なんですけどね。できればおやつ感覚でパクパク食べられるものがいいんですよね。おお、なら唐揚げがいいかもな。唐揚げ、何なのそれ。そう慌てるな。ごちそうしてやるから楽しみにしてな。ごくり。まあ、まずは材料集めだな。食べてうまい鳥っているのかな。リグルあたりに聞いてみるか。食用の鳥ですか。ああ、リグルなら知ってるかと思ってな。そうですね、レインバードなんかは以前からよく食していました。オスかメスによっても味が違うので面白いのですが、鳥は身が少ないので狩りの対象から外していました。狩りのものを出しましょうか。いや、今回は俺がやるよ。唐揚げに使う方を決めたら狩りの対象に加えてもいいかもな。わかりました、お気をつけて。レインバードだったな。南の参道に行って捕まえよう。よし、オスメスともに捕獲完了だ。これで試しに唐揚げを作ってみるか。ゴブイチのところへ行ってみようかな。すまん、ゴブイチ、また頼みたい肉料理があるんだ。と、こんな感じの揚げ物なんだが作れそうか。お安い御用です、リムル様。このゴブイチにお任せを。どうでしたか。どっちも味は違うけどうまいな。レインバードのオスは元の見た目の割に油分が多くてジューシーだ。レインバードのオスが本命かと予想したが、レインバードのメスの方は意外と淡白で、それがあっさりとしていてうまい。はい、どっちもとてもうまいです。どっちもカバルたちに持って行ってやるか。よう、お前ら、前に言ってた唐揚げができたぞ。おお、待ってました。味が2種類できてな。どっちも味わってみてくれ。はい。おいしい。レインバードのメスの唐揚げ、揚げ物なのにあっさりしてて食べやすい。レインバードのオスはジューシーで濃い味付けがたまらないな。どっちもうまいでやす。それぞれに別の良さがあるでやすね。ミムルさん、これどっちも売り出すの。お前らの反応を見て良かった方を売るのもありだなと思ってたんだが、この感じだとどっちも売れそうだな。唐揚げの2色盛りで売り出すかな。やった、どっちか1つなんて選べなかったわよ。これは冒険者にぴったりな食い物ですよ。あ、あれさ、足の分を取らないでください。
だって私の分食べ終わっちゃったのよ。かばるのもちょうだい。何言ってんだ、これは俺のだ。うんうん、美味しいって感性は異世界でも共通だな。そうかじゃないか、そんなところで何してるんだ。リムル様、あれは、あれはソウエイたちか。はい、今から温泉に入るようなのですが。何でもソウエイ様はお風呂上がりに冷たくて甘いものをご所望の様子。ああ、わかるな。この前のフルーツ牛乳もいいんだけどね。私すぐに用意してまいります。って、もう行っちゃったよ。ただいま戻りました。おお、そうか、くん、それは何かな。はい、氷に蜂蜜をかけたものです。これでソウエイ様、お喜びになりますよね。確かに冷たくて甘いだろうが、それはないだろう、そうかよ。それもいいと思うんだけど、もっといいものがあるぞ。本当でございますか。ぜひお教えいただきたいです。アイスクリームと言ってだな。ちょっと待ってろ、材料を集めてくる。材料なら私が。いいからいいから、その代わり作るのはお前だからな。かしこまりました。それじゃアイスクリームの材料を集めよう。蜂蜜と氷はあるから、あとは卵だけ必要だな。集めに行くか。これだけあればいいかな。ソウカに持って行ってやろう。ソウカ、待たせたな。早速アイスクリームを作るぞ。はい。俺はソウカにアイスクリームの作り方を教えた。これがアイスクリーム？冷たくてなんと美味しそうな。実際にとんでもなくうまいぞ。嫌いなやつには会ったことないくらいだ。それはさぞソウエイ様もお喜びになりますね。いけない、そろそろソウエイ様が温泉に入られる時間。そんなことまで把握してるのか。私、温泉にこのアイスクリームをそれとなく置いてきます。直接ソウエイに渡せばいいじゃないか。いえ、そんな。私はソウエイ様が喜んでくだされば満足ですので。リムル様、本当にありがとうございました。奥ゆかしいというか、なんというか。とはいえ様子も気になるし、俺も温泉へ向かうかな。あれ、そうか、どうしたんだ。それがアイスクリームは置いてきたのですが、ソウエイ様がまだいらっしゃらなくて。そうなのか。じゃあ俺も一緒に待って様子を見るとするか。おい、リート、早く来いよ。ちょっと待ってよ。リトとカーか、あいつらも温泉を気に入って通い詰めてるみたいだな。ソウエイ様はまだでしょうか。疲れたっす。こら、はしゃぎすぎだぞ。ゴブタとリグル、訓練終わりか。結構待ったな。そうか、ソウエイは本当に来るのか。そのはずなのですが。今日はもう来ないんじゃないか。そんな、私探してきます。俺も手伝うよ。
いえ、これも孫栄様の修行の一つと思えば、リムル様のお手をお借りするわけには参りません。あ、おい、行ってしまった。あいつちゃんと見つけられるかな。ちょっと様子を見に行くか。そうか、ソウエイは見つかったか。いえ、それがまだ。あ、リムルじゃないか。か、それにリトモか。お前たち温泉から上がったのか。はい。ってどうして知ってるんですか。まあちょっとな。あ、そうだ、リムルさん、ありがとうございます。あ、何のことだ。温泉のアイスクリームですよ。あれリムルさんでしょ。え、さすがリムル、さすがこの町だな。お前らもしかして食べたのか。あんなうまいもの食べたことがない。リムル様、私ちょっと見てまいります。あれ、もしかして食べちゃダメだったんですか。いや、そういうわけじゃないんだが、確かゴブタたちも入ってったよな。嫌な予感がする。それじゃあな、俺も温泉に急ごう。そうか、リムル様。その様子はまさか。アイスクリームがなくなってしまいました。まあまた作ればいいじゃないか。はい、そんな気を落とすなって。はい、リムル様にもいろいろしていただいたのに。俺は全然大丈夫だぞ。また一緒に作ろうな。な、はい、ありがとうございます。それでは私は鍛錬に行ってまいります。ああ、さすがに倉庫が気の毒だな。ソウエ、いるか。は、ここに。聞いていたんだろう。はい。で、お前はどこにいたんだ。先ほどまで温泉に浸からせていただいておりました。え、そうなの。一足違いだったのか。あ、じゃあ。はい、あの白く冷たい食べ物もいただきました。あれほど風呂上がりに合う食べ物を俺は知りません。とても美味しくいただきました。ありがとうございました。あれはお前のためにソウカが一生懸命作ったんだぞ。それに鍛錬だからとか言って必死にお前のこと探してたぞ。はい、よくできた部下です。そう思うなら俺じゃなくてソウカに直接礼を言ってやれよ。いえ、そもそも俺の気配を察知できずこの場を離れたあいつが悪い。まだまだ鍛錬が足りない証拠です。お前ってもしかして気に入ったやつほど追い詰めるタイプか。決してそのようなことは。愛が深いだけでございます。なんだよそれ。